はい、どこにしゃばしてと、ゆぎみくです。はい、どうぞさん、本日紹介するのはこちら。じゃーん。はい、ようやく手に入りました。スゾミク2021、アソートですね。はい。毎年出てるゆきみくちゃんアソートの、続編になりますね。うん。で、今回は、時計ちゃんがメインの、ラインナップになってます。はい、じゃあラインナップの方見ていきましょう。いつも通り A 賞がビッグサイズフィギュアになってて、ブックレットが開けない開いた。はい。A 賞がビッグサイズフィギュアで、で、B 賞がラバーマスコット、C 賞が缶バッジって感じの、いつも通りのラインナップになってます。はい。で、今回は、地元で売ってるところがなかったんで多分売ってたんだろうけど収蔵されちゃったんだろうなきっとね。うん、で手に入んないなと思ったんで、うん、もう全国って言ってもね、都内の方で最初発売時期の時だよね、当初見つけたんですけど、それ以来全然見てないんだよね。秋葉の方で見て、で地元の方でも発売されるだろうなとは思ってたんですけど、全然発売されなくて、うん、多分私が見ない間に完売しちゃったんだろうなと思いまして、某フリマアプリで、はい。前日セットがありましたんで、そっちの方買わせていただきました。うん、まあ、どの日前日レビューにしてるからね、毎回ね。で、価格もそんなに、でっかい価格じゃなかったんで、転売屋の方じゃないみたいだったんで、買わせていただきました。というわけでね、本日こちらの方をね、レビューしていきたいと思います。はい。わしあとみくチャンネル。はい、でですね、いつも通りじゃねえや。とりあえず C 賞の方から見ていきたいと思います。はい、じゃあ C 賞順番に見ていきましょうか。まずは、6番のゆきみく2021ですね。はい、こちらが6番のゆきみく2021の A になります。うん。手を前で組んだような感じになっていて、で、雪音が一緒にいるような、イラストになってますね。うん。で、いつも通り、まあ、キラキラした缶バッジってね、やっぱ綺麗でいいですよね。はい。で、雪の結晶がね、ちょいちょい、上から降ってきてるって感じのデザインもかなりいいんじゃないかと思います。はい。で、名前はここにスノーミク2021っていう感じに、かなり綺麗に収まったような感じですね。うん、いいんじゃないかと思います。はい。よいしょっと。はい、じゃあ続いて見ていきましょう。7番、初音ミクですね。はい。はい、こちらがミクちゃん、ミクちゃんですね。ミクとしか書いてないんですけど、ここに書いてあって、で、周りを見てみると、やっぱり雪の結晶がね、こう、わーっとような感じになってて、うん、すごいキラキラしてて、いい感じの缶バッジになってますね。素敵だなと思います。で、今回は、ドレスっていう感じになってて、うん、なんか、イメージ的には雪ミクちゃんイメージしてるんだろうけども、髪の毛の色を見ると普通のミクちゃんなんですよね。なんか不思議な気分です。うん。でもこれも可愛らしくてね、すごいいいですよね。うん。好きな缶バッジです。はい。で、次、8番、雪ミク2021の B ですね。はい、こちら雪ミク2021の B になります。B の缶バッジ、先ほどと比べてみると、どちらかというと、っていうとこっち側の缶バッジだよね。さっき紹介したミクちゃんの缶バッジに沿っての感じになっていて、スノーミクっていう感じに書いてあります。はい。で、雪音となんかこう遊んでる感じなのかな。うん、可愛らしくできてますよね。はい。これもいいね。うん。カラー的にはやっぱりミクちゃんをイメージしたようなカラーになってて、こっちの方が雪ミクちゃんの缶バッジっていうに言うにはふさわしいのかもしれないんですけども、こっちはこっちで可愛らしいですよね。はい、いいんじゃないかと思います。うん。じゃあ次、9番メイコですね。はい、ラインナップ的にはリンちゃんより先にメイちゃんが来るっていうのはちょっと珍しいかもしれないね。で、メイちゃんも今回時計ちゃんのイラストのような感じになってて、メイちゃんのこれも悪くないよね。可愛らしくていいんじゃないかと思います。はい、これも粘土か出してくんねえかな。絶対似合うと思うんだけどね。はい。で、メイちゃんやっぱりイラスト的よりはカラー的には、赤をイメージした感じになっててね、キラキラしてていいんじゃないかと思います。はい、次10番リンちゃんですね。はい、リンちゃんこんな感じです。リンちゃんも可愛いね。リボンが今回の時計ちゃんのね、リボンの感じに、カラーがなってて、すごいいい感じで、端っこは金色っていうカラーだよね。もったいない。造形しよう。これは立体化しましょう。ね。リンちゃんすごい可愛らしくていいからね。はぁ。で、ここにリンというような感じに書いてあるんですけど、いいな、これ。可愛くて素敵。すげえな。これ粘土で出してくんねえかな。で、みんな大体今回の、時計ちゃんに見習ってね、三つ編みっていう感じになってるんだよね。うん、かわいいなぁ。はい。次、レンくんですね。はい、レンくんはこんな感じ。まあ、男の子っていう感じなんですけども、やっぱりなんかマント状っていう感じになってるのかな、これは多分ね。うん、ミクちゃんと同じような感じの、スカートみたいのが、マントになってね、今回、来てるって感じになってるんですけども、いかんせん、いや、イラストがイラストなだけに、ちょっと女の子っぽい感じがしますよね。うん。でもやっぱ帽子は被っててって感じで。はい。これも可愛らしい。うん。可愛いよね、これはね。リーちゃん、レン君はね。はい。
レン君が可愛らしくなってます。はい、一部の人はすごい喜びそうなデザインだね。はい、よし。はい、次ルカネーですね。はい、ルカネーはこんな感じになってます。はい、ルカネこんな感じ。周りはピンクっていうのはいつも通り感じなんですけども、ルカネ今回はサイドで髪の毛編んでるって感じなのかな。うん、可愛いな、綺麗だよね、可愛くて綺麗だよね、いいね。これもうみんなこんな感じにしてくるんだもん。これはもう立体化しましょう本当に。あのプレ版でもグッズはオンラインでも何でもいいんで、なんだろう、年度ロで、その年の年度ロイドの子、みんな受注生産でいいんで出してほしいレベルですな。かわいいな。はい。はい、そして最後、カイトですね。カイトこんな感じ。まあ、もともと雪のイメージが合う、男性の方なんで、うん。今回もビシッとかっこよくなってます。片目ウインクでね。うん。はい。で、帽子もなんかジェントルマンみたいな感じの帽子になってて、うん。で、マントっていう感じになってますね。マントとマフラーっていう感じのダブルセットになってます。かっこいいの要素詰め込んだ感じだよね。で、カイトのカラーが青ですから、今回の雪のイメージでね、雪ミクちゃんのイメージにすごい合ってるんじゃないかなと思います。うん。いやー、みんな素敵なデザインでいいんじゃないかなと思います。はい。いやー、素敵だなー。みんな、マジで立体化してくんないかなって、毎年言ってるんですけどね。はい。まあいいや。はい、じゃあ次見ていきましょう。次、B 社のラバーマスコットですね。なんか今、外で犬吠えてたな。散歩かな、こんな時間に。うん。はい。じゃあ続いて B 社ラバーマスコット見ていきましょう。順番に見ていきます。3番、雪ミク2021の A ですね。先ほどの缶バッジの雪ミクちゃんのイラストをラバーマスコットにしたものになります。はい、こちらですね。はい、ラバーマスコットなんですけども、私が、以前レビューした300円のラバーマスコットシリーズ、ミクちゃんのね、ありましたよね。あれと比べて見てみると、肉抜きなんかもされてなくて、うん、がっつり頑丈な感じでね、作られてていいんじゃないかと思います。はい。で、特に、一応クリアパーツで精製はされてるっぽいんですけども、これに関しては、クリアの素材があまり活かされてないという感じなんですが、まとまりはいいよね。はい。やっぱこの缶バッジのイラストと一緒で、まとまりはすごいよくできてていいんじゃないかと思います。うん。ただ、イラスト面っていう意味を考えるのであれば、華やかさですよね。綺麗だなって思うのはやっぱり缶バッジの方なんじゃないかなと思います。うん。ラバマスはラバマスでいいの、いいにはいいんですけどね。なんでしょう、汚れても洗えるっていうのでは非常にいいんですけども。うん。やっぱ缶バッジとイラストを比べてみてみちゃ、見てみちゃうとね、うん、はい、噛みまくり、やっぱり缶バッジの方に軍配が上がってしまうのかなって感じはしなくはないですね。うん、丈夫さっていう意味で考えれば、うん、ラバマスの方に軍配が上がるんですけどね。はい、次4番、初音ミクです。はい、先ほどの缶バッジのイラストのミクちゃんと全く同じ、うん、なんですけども、そうですね、周りが暗いだけあって、はい、なんだろう、クリアダークブルーみたいな感じのカラーで今回作られてるので、うん、ミクちゃんのこの緑色のカラーが非常に、なんだろう、前面に押し出されてるような感じになっててね、うん、はっきり映っていいんじゃないかなと思います。はい、可愛らしくていいですよね、でもね、うん。このミクちゃん好きだな、このドレスのミクちゃん。うん、はい、じゃあラストですね、5番の雪ミク 2021B になります。 B のミクちゃんは、はい、こんな感じになってます。先ほどのイラストと同じような感じ。うん、肌色がちょっと薄くなってて、うん、まあ、雪ミクちゃんらしいといえば雪ミクちゃんらしいのかもしれないんですけども、グラデーションとか効かせてあるイラストと比べて見てしまうと、やっぱりラバマスの方がちょっとね、あの色が落ちちゃってるような感じになってて、うん、綺麗さっていう意味ではちょっと物足りなさを感じるんだよね。うん、物足りなさ。はい。で、まあ、大きさっていう意味でもやっぱり変わってるんですよね、ラバマスはね。うん、よりはっきりイラストを見たいなっていう点ではラバマスの方がやっぱり勝ってるのかなって感じ。うん、でもまあ可愛らしくできていいんじゃないかと思います。ちなみに裏面はこんな感じ、スノーミク2021っていう感じに書いてありますね。はい、以上です。以上3種が今回ラインナップに貼ってます。たまには雪ミクちゃんだけじゃなくて、あのリンちゃんとかね、その辺も入れてほしいなって思うんですけど、私だけでしょうか。はい、じゃあ次ラストですね、 A 賞見ていきたいと思います。はい、ラスト、最初から見ていきましょう。1番、雪ミク2021ですね。はい、今回の雪ミクちゃんのフィギュア、ちょっと変わったような感じになってて、はい。じゃん。
はい、こんな感じのデザインになってます。造形とか塗装に関してはやっぱりいつも通りのクオリティで、裏を見てもこんな感じバッチリですよね。うん、ただし台座がちょっと違います。はい、あ、行くのちょっと、はい、台座が今回足を直接はめるような形になっていて、まあ今までもそうだったといえばそうなんですけども、今までのゆきみくちゃんのやつは台座に、あ、首取っちゃった、怖ごめんね、よいしょ、台座の部分に穴が開いていて、そこに足とかを刺して完成っていう感じだったんですけども、今回は結構仕様が異なっていて、どちらかといえば初代ネンドロイドとかあの辺の台座によく似てるような感じになってます。うん、あの時の時代のネンドロイドって足になんかこうね、はめるような感じで、飾ってたんですけども、はい、今みたいにね、後ろにジョイントパーツがあるわけでもなく、うん、って感じだったんですけど、雪根は刺すような感じになってるんですけども、はいはい、こんな感じに可愛く飾ることができますね。うん、可愛らしくていいんじゃないかと思います。かつこの複雑なデザインを、あの塗装だとかその辺でバッチリ再現してあって、うん、すごい素敵なデザインになってますね。可愛くていいね。で、後ろのさ、これ後ろのこの、ちょっと言いますね、はい、木のデザインみたいのがね、レリーフ状になってるんですけども、うん、これも相まってちょっとミクちゃんで見えにくくはなってしまう、見にくくはなってしまうんですけども、うん、ちょっと後ろにね、チラッと映るような感じ、髪の毛の間からチラッと映るような感じがあって、うん、はい、目でもね、結構楽しめるものになってますね。素敵なデザインだと思います。はい、じゃあ続いて見ていきましょう。2番の初音ミクですね。はい、ミクちゃんの、フィギュアこんな感じになってて、やっぱり、同じような感じですね。ミクちゃんの足をこうはめるような感じで、よいしょ、後ろにこうグッと押すような感じで、飾ることができるフィギュアになってます。ちょっとバランスが悪いねちょっとこれがね難しいんだよね。はい、で、イラストとはまたちょっと違ったような感じになっていて、うん、足元に、星のかけらみたいのがあるようなデザインになってます。うん、でもまあ、やっぱり雪ミクちゃんっぽいよね。はい、裏を見てみるとこんな感じです。まあ、ミクちゃんツインテで髪の毛長いんでね、これぐらいの三つ編みは簡単にできるんでしょうけども、うん。で、ツインテにもなんかいろいろね、イラストじゃねえや、装飾品がくっついてるような感じになってて、うん、なんかちょっとやっぱり雪みくちゃんをイメージしてるような感じになってて、うん、面白いなと思います。はい、で、2人同時にね並ばしてみてみると、じゃじゃん、はい、2人同時に並ばしてみるとこんな感じになります。うん、可愛らしくて、並べられてね、いいんじゃないかなと思います。はい、でさらに前回の雪みくちゃんも置いてみてみると、じゃーん、はい、こんな感じになりますね。やっぱり可愛らしくていいんじゃないかなと思います。はい台座が結構大きく変わったことによって、これで何が違うのか、何が変わってくるのかっていうと、雪みくちゃんのこの足の部分が、前回のまでのこのものにものと比べてみてみると、安定性がより増したっていう点と、それから経年劣化による、後ろへの傾きがなくなったっていう点なんですよねはい、ちょっと一例を持ってきますと、確かこのミクちゃんだったかなと思うんですけど、よいしょ、はい、この雪ミクちゃんですね。この雪ミクちゃんが時間経過とともに後ろにずれてっちゃってこんな感じになってたんですよねこれ熱で直したものなんですけども、っていうものもあってちょっと怖いんですよね、やっぱりね。っていう意味では前回までといってもどれぐらい前かな、マジミラじゃないな、イキミクチョの2018だったかな、の、ミクちゃん、ユキミクちゃんですよね。なんかと、台座が一緒にまた戻ってきたんでね。やっぱこっちの方がいいのかなって感じがしますね。まあ、これもこれで悪くはないんですけど、時間経過とともにやっぱ後ろに倒れてきちゃうっていうのが怖いよね。こんな感じになっちゃうんですよ、やっぱりね。よいしょ。っていう意味では、まあ、こっちのね、台座の方がいいのかなと思いました。はい。まあ、いずれも可愛らしくね、造形ができてていいんじゃないかと思います。またコレクションが増えちゃったよはい、ゆきみくコーナーに飾っておこうかなと思います。
はい、というわけで、スノーミク2021ですね、雪ミク2021アソートの紹介でした。うん、やっぱり今回のフィギュアの出来もね、なかなか良くて、缶バッジと、それから、ラバーマスコットですね。まあ、この辺の出来もよくできてて、文句ないんじゃないかと思いました。はい。で、台座がまたね、元の姿に戻ったっていう点もありまして、うん、より安定性が増してきたっていう意味でも良かったのかなと思います。うん。クオリティが相変わらずのままっていうのはいいですよね、フィギュアの出来がね。うん。はい。多分この間というか昨日なんですけども、池袋に行った時も池ミクちゃんのガチャがなかったのでこれは再販を待つしかないのかなと思いました。あっという間になくなっちゃったんだね。それだけ時計ちゃんが人気だったのかっていうのか、それとも転売屋が動いたのかって感じだったんですけど、でも転売屋が動いたような感じじゃなかったんだよね。ってことは純粋に人気で売り切れちゃったんだろうな。ゆきみきちゃんのね、人気が上がってきてるのはいいことなんですけども。レビューアーとしてはちょっとね、複雑な気分ですね。はい。次回のアソートが何なのか、ちょっとまだ、目処が立ってないんですけども、まあ、おそらく、マジミラのアソートになるのかな。マジミラもまた近づいてきたからね。まあそちらの方が出自体またレビューしてみたいなと思います。はい、というわけで、ゆきみく2021アソート全種レビューの紹介でした。紹介者のバシーとミクでした。はい、またね。またね。ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーやとミクとミンチャンネルをお願いします。